We are here. WA Radio. WA Radio. 川瀬直美、アンドレア・ポンピリオン。そうだよね、もう海外行ってるよね。はい、海外行って。映画祭終わりでひょけこっても早速動いてたね。そう映画祭終わって多分10月ぐらいに結構長いこと海外行ったのかな。エジプトとか。そうね、行って。だからあれはエジプトはなんだっけ、なんか映画祭、映画祭の審査委員長をやったんですよ。そうだ、そう、女性で初めて監督として、うんうん、あの審査委員長とかつって、やっぱりエジプトもやっぱりあのその女性の進出とかを意識してて、うんうんうん、で、まあ、日本全然多分負けてるんですけど、文化大臣とか結構女性がなってて、うん、で、まあ、そんなやったから行こうと思ったのと、うん、前後になんか、そうパリ入れて、うん、それからコルシカ、コルシカ島、うん、コルシカ行ってきた、うん。それはプライベート、うん、それはね、まあ、プライベートっていうかライフワークで、子守歌取るとかつって言ってなかった、私。あ、言ってたね。うん、なんかこう世界が、まあ、戦争とかにこう舵を切ったりとかしてるけど、うん、なんか子守歌を聞いたら、うん、誰でもその誰かが生まれてきたことを思い出すんじゃないとか、うんうんうん、でその優しい気持ちになるんじゃないと思って、うん、コルシカとかっていうようなそういう島に割と特化して、うんうん、それで、まあ、失われていく言語と、その子守唄そのものっていう、そういう文化も、うん、もう今お母さんがないか、うん、赤ちゃんに自分の声でなんか年々コロリーよとか、日本やったらね、うん、歌ってないじゃないですか。なんやったらそのね、携帯とか iPad とかでその見せて、はいはいはい、それでなんかこうね、なんかこうおとなしくさせてるみたいな感じがあるから、うんうんうん、いやじゃなくて、そのお母さんのなんていうか声とかぬくもりとかで、うん、あのきっと育ってきたはず、私たちって、うん、なんでそのいろんなところにあの聞いて回って、うん、で特に今言ったようにそのなくなっていくようなものを記録していくというので、コルシカ行ったんですよ、うん、それは映像で記録してる、うん、最初は音だけと思ったけど、うん、でもまあ私ね、映像の人やから、あの今その iPhone とかって、うん、すごい 4K とか撮れるじゃないですか、うんうん、だからまあ光の入り方とか考えたら、うん、私自分でその自然光やけど、うん、いいね、いい感じで、じゃあ教会の中で撮ろうかとか、コルシカは結局それを歌える人ってもういないんですよ。例えば日本やったら、うん、その古い時代の言葉ってもうなくなってるじゃないですか。で、何だったらその方言とかも全部こう、うん、統一されたりとかして標準語になってるでしょ、うん、でそのコルシカもほんまフランス語やから、そのなんていうの、こうコルシカの言葉で話したり歌ったりする人が少ない、うん、あー、オッケーオッケー、うん、それいわゆる方言、方言だよね。そうそう、ダイアレクト、うんうん、ほんでそのもう歌に関しては知ってるけど、なんやろ、こうおばあさんとかそういう人になってくるし、うんうん、そういう人見つからへんし、うん、で歌手の人がやっぱそういうの歌ってるんですね、うん、でその歌手の人見つけて一回歌ってもらって、うん、でも歌手の人ってやっぱり歌手みたいな風に歌うから、うん、だから そうか、うん、それ歌ってもらったやつを子供に聞かせて、うん、ちょっと練習してもらって、コルシカはすごいもう絶対音感持ってる子がいたんで、うん、近所に、うん、その子にこう耳で聞いてもらいながら歌ってもらったんですよ、うんうん、それがすごい美しくって、教会の中とか響きも良かったんで、うん、教会だね、うんうん、うわ、でもね、なんかだんだんこう撮ってたら、この間はカナリア諸島も行ってんけど、うん、あのそれもまたこう失われていく言葉があってね、うんうんうん、そしたらそのだんだんこう内容を見ていくと、あ、そうそう、オランダとかはすごい、うん、あの羊さんが眠るよとかそういうなんですよ。あるんだあるんですね、あのスタンダードのね、そう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 、そうあるわけ、うん、だけどそのこう失われていくところの、例えば日本やったら竹富島とかも行ったりとかして聞いてんけど、うんうん、ありそうだけどね、竹富あたりはね、竹富の続いてる言葉で、うん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 ね、歌ってんの。でもね、その幸せな感情をこう、うん、取ってこれるかと思いきや、子守って、うん、昔やっぱり、うん、貧乏で食べるものなくて、例えば戦争とかそういう時にお母さんが子供にこう歌ってるその内容とかが割と多くて、うん、例えばそのカナリアとかやったら
のお父さんいつ帰ってくるか分かんないけど、うん、あの必ず帰ってくるからね。あ、でそか島のね、そうで、ろうそく、うん、このろうそくは亡くなったおばあちゃんだからねとか言って、お母さんと子供だけがこういるっていうような内容だったりとかするんですよ、うんうんうん、である意味だから生と死、そうそう、それがね隣り合わせ、隣り合わせなんでしょ、うんうん、だから子守歌をこうあの調査すると、うん、その戦争の記録とか、うん、その島ってやっぱりいつも侵略されて、うんうん、何か足がかりにされてたりとか、うん、その男は戦地に駆り立たされたりとかしてて、うんうん、なんかねその、まあ、今だけじゃない、うんうん、いつもいつもなんかこう、支配下に置かれたりとかしてるような地域 の、 その、まあ、言ったらそのマイノリティというか、うん、そういう人たちがこう切実に歌ってるわけですよね、うんうん、共通点っていうのはどうなの、やっぱりあのね、どういったところに感じた、大体高いのピッチが、あ、音の共通点なんだ、そう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 、内容というよりは、うん、だって子供に多分聞かせるのに、うんうん、でもエジプトなんかはすごい楽しげなの、テンテラ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 テン、結構ハッピーな感じなのね、うんうんうん、で歌ってる内容は私の可愛い子供はもうとにかく今から素晴らしい人になっていくわみたいな、うんうん、そういう内容だったりとかするんですけど、全体的にだけど全地域ってやっぱりお祈りっぽいの、うん、その歌詞というかリリックスというか、そうですね、うん、お願い事っていうのかな、うん、なんかそう、あのねんねんごろりよって、これもそんな感じじゃないですか、うん、そうね、日本のね、 それに似てるかな、おー面白いとこに目つけなぜまただけど、うん、なみちゃんその子守歌になんやろ、分からへん、なんやろ、聞かれた、なんかこうやっぱり誰でも誰しも誰かから生まれてきたやんっていうとこから、できっかけはずっとそういうプロジェクトやってみたいっていうのがあったっていうこと、いや、 やっぱり戦争かな、ずっと戦争のことは私は映画作りながら感じながら、うん、戦争ってのはどの戦争、今のもうそんなんずっと、うん、なんで人が人をこう支配するのっていうところ、うんうんうん、で殺し合い、うん、まあ、そして殺すまで行くの、うん、っていう、うんうん、で歴史を振り返ると、うん、常にそう、まあ、殺戮の世界じゃない、そうなんですよ、殺し合ってその領土を取ってその、はい、うん、ね、うん、あの家族まで殺してとか、うんうん、あるいは捕虜にするとか、うん、その繰り返しが、まあ、今まさにまだそうだから、でもエスカレートしてるじゃない、このウクライナとロシアの問題は、うん、でもやっぱり大国、まあ、アメリカ含むそういうところも私たちもそうだけど、みんなそれに対して、うん、国連とかも、うん、あかんって言ってるじゃないですか、うん、でもその100年ぐらい前は第二次世界大戦に入っていくようにそれぞれの国がそれぞれの国でこうなんていうか戦い合って、うん、まあ、原爆を落とされるっていうことになるわけですよね、うん、でも原爆をこう落とすっていう、こうボタンをどの国も今持ってるじゃないですか、うん、だから一触即発で私たちの国は世界で唯一それをこう被爆した国なわけだから、こんな凄まじいこう殺戮はないよと、うん、これやってしまったらもう地球滅びるよっていうことをやっぱ大きく言わなきゃいけないと思うんですよね。でもそれが難しいのは、今それで大きく否定するとその反対側の人がもうボタンを押したら終わりじゃないですか、っていうその駆け引きがこう行われてしまっている国家間でね。だから なんでそれが元を正せば、元を正せば一人の人間だから、その一人の人間はあなたどこから生まれてきたんですかと。で私たち、まあ、今奈良でお水取り行われてるけど、なんでその1272回も絶えずにこう行われてきてるのか、何の祈りなのかっていうと、ね、うん、やっぱりその世界平和って漠然と言うけど、うんうん、それは一人一人の人がやっぱりそのこう誰かのぬくもりを経てここにあるってことを、うんうん、もう一回そこに立ち返りたいって思って、うんうん、そういうプロジェクトもライフワークでやってる。どっちかというとライフワーク、はい、そうですね、それを最終的にまあ作品にするかどうかはまだ、うん、作品って言ってもやっぱり
映画っていうよりは、うん、なんかこうインスタレーションみたいな、インスタレーション、うん、どこかで展示してみんながこう展覧会として見てくれるっていうようなものになれたらいいなと思って、うん、We are here